みんな、今日は俺のためにありがとな。盛大なパーティーだ。いろいろ準備してるから楽しんでってくれよな。いたいた、来てくれたんだな。すぐに来られなくてごめんな。声かけてくれてもよかったのに。お前のことだから遠慮したんだろ。お、素直に祝われるとちょっと照れるな。俺もありがとう。うん、すげえ嬉しいよ。だからそのこの後て、家来たちからかうな。まったく、俺が王様だって分かってんのか。ま、楽しんでるならいいけどな。今日は無礼講だ。こっち来いよ、一緒にいようぜ。俺がいいって言ってるんだからいいの。一番近くでお前の笑顔が見たいんだ。ここまで来させちまってごめんな。やっぱ俺がみんなからもらったプレゼントは全部俺の手で部屋まで運びたくてさ。俺がみんなに慕われてるっていうより、これは王様として、いや正直に言うと本当に嬉しいぜ。たくさんの人に支えられてるからこそ俺は頑張れるんだ。誕生日ってそのことを改めて感じられる日でもあるよな。お前だって俺にめちゃくちゃ力をくれてる。それも誰よりも強く。知ってるか？お前の存在がどれだけ俺の支えになってるか。これは来てくれた礼だ。今はまだ人目があるからほっぺただけな。続きは後で。覚悟しとけよ。これでよしっと。抜け出し成功。悪い、急に連れ出して。二人きりになるにはこれしか方法が思いつかなかったんだ。ん？かくれんぼみたいだったか？そうだな。なんかちょっと子供の頃に戻った気分だったかも。けど子供の時間はもうおしまい。なんたって今日は俺様の誕生日だしな。また一つ大人になったわけだし、あんま油断してると逃げられなくなるぜ。ほら、捕まえた。嫌なら言えよ。でも何も言わないなら本気になる。好きだ。お前のそういう顔もっと見たい。今夜はお前を俺にくれるか？